いのりさん、お菓子食べますか？昨日は助かったわ。どうもありがとう。うん、誰かと電話してるのか？さすがにゴムなしでやるわけにもいかないからね。ゴムなしで、やる？ゴムしない方がいいっていう人もいるらしいけど私はつける派ね。いろいろ危ないかもしれないから。つけないと危ないゴム？カンヌシに電流走る。もしかしていのりさん、何をしてらっしゃる？ダメだ、いのりさんにはまだ早い。そもそもいつの間に買ったんだそんなもの。大丈夫よ、今度はちゃんと持ってくわ。今度はって、何度もやっているんですか？使わないよりは使った方がいいのはそうだが、いのりさんがそんなことしちゃいけない。今度の女子マラソンに備えて頑張らなくちゃね。それじゃあね。いのりさん、今いいですか？あ、神主。今の話もしかして聞いてたの？はい、盗み聞きするつもりはなかったんですけど、部屋の前に来た時に聞こえてしまいまして。今日ゴム使うつもりだったのに、うっかり持ってくの忘れちゃったのよ。使うつもりだったのですか？入れ忘れないために、常に財布に入れておいた方がいいかしら。確かに入れる人はいるらしいですね。僕もそうですし。神主もゴム使ってるの？そりゃ使いますよ、危ないですし。神主は別にゴム使う必要はないでしょ？ありますよ、ゴム使わないと男だって危険ですし。そうかしら。けどいのりさん、誰にゴムの使い方なんて教えてもらったんですか？女神だけど。女神様が。女神様、ゴムつけるのすごく上手なのよ。そんな特技が。知らなかった。つけ方自体は小学生の頃に教わったのよ。女神様が必要だろうからって教えてくれたのよ。はい、その件については今度あのだ女神に話しておきますね。それでいのりさん、ここからが本題なのですが、確かにゴム使わないよりも使った方が安全なのですが、それ以前に必要になる状況を避けた方がいいと思うんですよ。そうなの。でも昔、体育の授業でもゴムつけるように言われたわよ。体育でゴムの使い方習うんですか？ゴム嫌いな子でも授業ではつけろって言われてしぶしぶつけてたりしてたわね。へえ。最近の学生は進んでいるんですね。まあ学校じゃ頻繁に使うからね。学校で使うんですか？家やホテルじゃなくて。いや、家やホテルでは使う人いないでしょ。あとは公園とかかしら。まさかの野外プレイ。僕もそこまではしたことありませんよ。見つかったら大変なことになりませんか？ああ、確かに公園で騒ぐなって人も多いらしいしね。でも、公園ってそういうことするための場所でしょ。絶対違いますよ。そうかしら、まあ確かに最近はいろいろ厳しいらしいしね。最近に限ったことでもないと思いますよ。そうだった、今度持っていくゴム財布に入れておかないと。自分のゴム神社に置いてあったんですか？いつの間に買っていたんですか？小さい頃に買ったのを繰り返し使ってるんだけど。繰り返しはまずいですよ。そうかしら。まあ確かに長く使ってると匂いはつくけどね。いや匂いの問題ではないでしょう。あ、せっかくだから今度持ってくゴムを神主が選んでくれないかしら。確かにたまに買ってますけど、僕が選んで大丈夫なんですか？大丈夫よ、男から見た側からの意見も聞きたいし。ゴムにそんなこだわる要素少ないと思いますけど。そうでもないわよ、この髪飾りのついたのとか可愛いし。